はい、どうも、声優チャンネル TV です。今日は芸能フォーカスです。作詞家、瓜野正夫さんを語ります。そして、瓜野正夫さんと歌手、中森明菜さんのこの関係性について迫ります。瓜野正夫さん。いや、日本の歌謡史をですね、ダーッとこう見ていくと、作詞家ってのはもう本当にたくさん、日本には著名な作詞家がいますけど、この瓜野正夫さんっていうのはですね、ちょっとね、いや、ずいぶんね、こう日本の歌謡界の作詞という分野をこう開拓した人、そんな作詞家ですね。思い起こせば本当に瓜野正夫さんっていうと、もう皆さんね、ご存知にピーンとこう来るのは、中森明菜さんの少女 A という曲ですよね。そこから数多くのヒット作の作詞をされます。この瓜野正夫さんっていう人のですね、まず一つの最大の武器となったのが、広告代理店に勤めてたというご経験から来るものだというふうに私は思ってます。作詞という仕事はですね、いかにしてキャッチーというね、テーマ、その楽曲におけるテーマをね、彩れるか、ここがね、瓜野正夫さんの長けた才能と言ったらいいんじゃないでしょうかね。そしてこの中森明菜さんとこの巡り合ったこと、この中森明菜という歌手に対しての作詞が、この何とも言えないヒットを生んだという、この関係性、瓜野さんの作詞はですね、名詞、この名詞とエピソードなんですよ。で、これは瓜野さんもそう語られてますけども、このね、名詞とこのまたね、この副詞ですね、この組み合わせですよね。そろそろ禁句とか、これね、中森明菜さんのヒットした曲は、まあ、少女 A からなんですけども、中森明菜さんの曲で禁句という曲があるんですよ。この作詞が素晴らしい。過去ね、僕はね、この作詞の中でね、こんだけ奥の深いこの情景を浮かべるような作詞をされた方っていうのは、瓜野さんが僕は最初でしたね。はい、瓜野さんの、作詞特徴、まあ、とにかくタイトルにもインパクトが強いってことなんですよね。桑田靖子さんが歌ったね、脱プラトニックとかね、いやもう本当に曲のね、タイトルがもうインパクトがすごすぎて売れちゃうんですよ。で、この中森明菜さんっていうのはですね、この瓜野さんっていう人の作詞のテーマがぴったり合うんですよ。中森明菜というその歌手のキャラクターにですね、瓜野正夫という人のその、なんて言ったらいいかな、感情移入、感情表現とかっていうものがね、ピタッとこう合うんですよね。それがね、すごくよくわかる。で、瓜野さんはね、このね、中森明菜さんのヒットによって、まあ、いろいろ、もちろん男性歌手にもヒットソング出していくんですけど、これね、チャレンジっていうかな、その、されるんですよ。で、それはね、河合直子さんなんですよね。中森明菜という、その、ちょっとこう、なんて言ったらいいのかな、エキゾチックな部分と、ちょっとこう不良っぽい、
プレっぽさというか、ちょっとこうマイナー系な曲が多い中で作り上げていく世界の中でですね、河合奈保子さんはどっちかというと清純的なこうイメージですよね。ここにね、今度ウリノさんね、グッと入ってくるんです。で、実はこの河合奈保子さんをほとんどね、プロデュース的にもうサポートしたウリノさんなんですよ。エスカレーションって曲があるんですけどね、もうこれもね、まあ本当に本来河合奈保子さんが歌うようなイメージの歌詞ではないんですけど、これぜひね、YouTube でね、聞いていただいたらね、ウリノさんっていう作詞家の方が、その、中森明菜さんとかとやってきたことと、全くその変わらない、自分のですね、持ってるポテンシャルを生かしていったっていう作品にもつながるんですよ。で、この、中森明菜さんの少女 A がなかったら、おそらく多分このウリノマサオっていう作詞家のですね、今の名作はこれはもうなかったんじゃないかなっていうふうに感じますね。もう本当にヒットっていうのは巡り合いというものなんでしょうね、そんな、ふうに感じますね。とにかくウリノマサオさんの作詞は私はね、印象深い。あともうね、和訳の歌詞ですよね、朝倉美紀さんが歌われたヒーローというのの、和訳版のこの歌詞ね、愛は奇跡を信じることってこれね、この名フレーズ、これもね、グッとね、心にくるものですね。とにかく名詞と副詞の組み合わせがもう絶妙にうまい作詞家、ウリノマサオさん。皆さんね、これね、多分 YouTube 見てる野球ファンの方はね、皆さんね、ウリノさんって、もしかしてって思われる方いると思いますよ。ジャイアンツ戦で今季ね、東京ドームで始球式されましたよね。まあ、ウリノさん嬉しそうにジャイアンツのユニフォーム着てね、もうこのね、もう、思いっきりボール投げ込んでましたね。懐かしいっていうかもうね、いや嬉しかったですね、見てね。もうウリノさんの姿ね、この子供のようにね、ユニフォーム着てはしゃいでるウリノさんがね、最高でした。で、またウリノさんっていう人の、この人柄というか、まあ、私はですね、こう、やり取りさせていただく中で、そして周りのですね、スタッフの人からの評判も含めて、本当にね、謙虚でスマートでね、紳士でね、そういう、こうジェントルマンな海野さんがね、私は大好きです。今ね、マックスラックスっていうこの、ロシアのね、2人の、この美女をですねプロデュースしてるこの海野さん、今年で40周年の記念をですね、この間コンサートされたんですよ。たくさんウリノさんの作品を歌われたシンガー、ミュージシャン、そういった方たちが演奏された華やかな舞台でですね、マックス・ラックスさんがね、歌唱されたんです。このマックス・ラックスさんっていうのもね、非常にね、なんとも言えない、やっぱりこう、ヨーロッパのこう感性が、の人がですね、日本語でね、ウリノさんの曲を歌うっていうのがね、非常になんかこう、ちょっとね、センセーショナルなんですよね。もうそういうなんかね、びっくりするようなね、ことをね、ウリノさんは次々と今もなおね、チャレンジされていってる、この40年。ウリノマサオ先生、本当に40周年おめでとうございます。コンサート行けなくてすみませんでした。本当に申し訳ないです。なかなか行けなくてすみません。東京に行ったらまたお会いできる日を楽しみにしております。そういうことで今日は、ウリノマサオさんと中森明菜さんのこの関係性、実はこの、マイナーな、フレージングによって出来上がってるという、そういうことで今日は海野正夫さんをちょっと語らせていただきました。ご視聴ありがとうございました。無理にシャイニングバイツイードウェイタイムタイムアイランドリングラスパースルステラリンジーハー Delight, escaping through the night.
世界に Why you choose something